きつかったんはお子さん連れの家庭しかおらんかった俺ら野郎6人さ20、30の男6人さ、きついよね。しかもね、親子さんたち同世代なの、若い人多くてさ。で、後で話してたんが、俺たち結構人生においては勝ち組だと思ったんだけどなつって金じゃ手に入れられないものもあるんだなつって、もう柴原もそこまでさ、まあ、困ったらタクシー乗ったらええねみたいな、金や金言ってたのにさ、シュン